今日も法律の登記について考える司法書士 YouTuber です。2022年4月 Google、Twitter、Facebook、Microsoft、TikTok など海外 IT 企業に日本政府がある要求を突きつけました。それはきちんと会社登記をしてくださいというもの。会社登記というのは社名や所在地、代表者の氏名、住所など一定の項目を法務局というところで公開する手続きで、そのお手伝いは我々司法書士のメイン業務の一つです。そんな大手企業がそんな大事な手続きである登記をしていないなんてあり得るのと思った方もいるでしょう。実はこれらの企業は長年未登記だったのです。詳しくはこの後説明します。この動画は進展があるたびにこのチャンネルのショート動画でお伝えてきたこの海外 IT 企業未登記問題の一気見です。それでは参りましょう。登記屋本舗びっくり。日本政府が Google や Twitter におこ。先日日本政府が Google や Twitter、Facebook にこんな要請をしました。日本でちゃんと会社登記をしてください。このニュースを聞いてこんなことを思った方もいるのではないでしょうか。日本には Google 合同会社、Twitter Japan 株式会社、Facebook Japan 株式会社という日本法人があるからちゃんと登記されているのでは。はい、実は日本政府が求めているのはこうした日本法人とは別に外国会社の登記をしてくださいということなんです。外国会社の登記とは外国の会社が日本において継続的に取引をする場合に日本における対応の窓口となる代表者は誰かということを公にするもので、日本の会社法で義務とされているものです。 Twitter 等のプラットフォーム自体を運営しているのは日本法人ではなく本国の会社なので、例えば特定の書き込みを削除してほしいと要請するには本国の会社を相手取らなければなりません。ところが日本における代表者が登記されていないので本国の裁判所経由で手続きをしなければならないなどの不便が発生していたんです。政府としてはこれを是正したいという狙いのようです。日本政府 Twitter、Facebook に歩み寄る。先日もお伝えした日本政府がTwitter や Facebook など海外 IT 企業に外国会社の登記を求めている問題、罰則適用をちらつかせつつここへ来て歩み寄る姿勢を見せてきました。これまで登記できるのは日本における代表者個人の氏名、住所だけとしていましたが、6月24日の通達により次の2つも認めることになりました。日本にある法人、日本の弁護士、日本政府と海外 IT 企業とのこの一進一退のせめぎ合い、果たしてどうなるのか、続報をお待ちください。 X デーは7月22日日本政府が TikTok を潰す。以前からこのチャンネルでお伝えしている日本政府が海外 IT 企業に外国会社の登記を求めている問題、ついに X デーが判明しました。現時点で登記を済ませていない31社に対し、日本政府は7月22日までに登記申請するように通告。この中にあの TikTok も含まれているとのこと。もし仮に応じない場合どのようなことになるのでしょうか。確実なのは登記をしないことに対する罰則として最大100万円の過料が適用されること。ただ正直これぐらいで潰れることはないでしょう。次に考えられるのは本来行うべき税務申告をしていないという理由で各種の加算税を課す可能性です。これはあくまでも私個人の推察なのですが、日経新聞によれば今回の要請に応じる方針を示した Google や Facebook、Twitter、Microsoft などは登記をする代わりに法人税を軽減する方向で日本政府が調整しているという趣旨の記載があるんですね。逆に言えば登記要請に応じない会社にはバランスを取るためそれなりの税務上のペナルティを課すということはあり得ると思います。 Google、Microsoft 登記完了。以前からこのチャンネルでお伝えしている日本政府が海外 IT 企業に外国会社の登記を求めている問題、未登記の会社には7月22日までに登記をするよう要請していましたが、一部登記完了した会社があります。それが Google と Microsoft です。早速登記情報を見てみましょう。 Google の方は日本における代表者を Google テクノロジー Japan 株式会社としています。この会社は Google の日本法人ですね。 Microsoft は日本における代表者を平野隆さんとしています。この方は弁護士で Microsoft 日本法人で法務担当執行役などを務めたこともある方です。いずれも先月の通達で法人や弁護士事務所を日本における代表者として登記できるようになったため実現したものです。ちなみに本月8月4日時点であの TikTok を運営する会社バイトダンスの登記は確認できませんでした。どうなる TikTok ついに登記完了。以前からこのチャンネルでお伝えしている日本政府が海外 IT 企業に外国会社の登記を求めている問題、先日は Google と Microsoft が登記完了したことをお伝えしましたが、ついにあの TikTok も登記完了しました。早速登記情報を見てみましょう。日本における代表者は公認会計士、税理士の方、おそらく日本における TikTok の税務申告を担当されていると思われます。なんですがあれと思ったんです。先日お伝えした Microsoft では弁護士の方の事務所を登記していたのですが、こちらの方はご自宅で登記されているんです。これなぜだと思いますか。実は通達では法律事務所の所在地も登記できるとあるのですが、法律事務所というのはあくまでも弁護士の事務所だけを指します。したがって公認会計士は含まれないので自宅で登記せざるを得なかった
ったのではないでしょうか。ちなみに Facebook を運営するメタ社も登記完了しています。いかがでしたでしょうか。最後に補足です。今回のこの件、ある日突然日本政府が海外 IT 企業に今まで黙認してきた未登記を問題にして指摘したような印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。ですが実はそうではないんですね。これには布石がありました。それが2021年に改正された電気通信事業法です。この改正ではいわゆる SNS ソーシャルネットワークサービスのうち利用者間で直接のメッセージのやり取りができるものは届け出の対象となりました。これの届け出がされた企業は日本で継続的に事業していることを自ら認めていますね。なのに登記をしていないのはまずいですねという論法なんです。これについて当初は各社、日本で継続的な事業はしていない、あくまでも Facebook などのプラットフォームは海外で運営しているものだ、なので登記は不要なはずであるという立場を取っていました。ですがおそらく偉い人たちの間でいろいろな話し合いがあったのでしょう。登記の義務自体は大きな企業にとってはそこまでの負担ではないはずです。彼らが心配していたのは登記による法人税の急増です。ですが登記をしても法人税の負担はそこまで増えませんよですとか、代表者として登記できる人を法人弁護士事務所などに緩和し歩み寄ることで解決したんだろうなというのが報道等から推測した私の見解です。いやー、登記って本当に奥が深いですね。また会いましょう。鈴名司法書士行政書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託、会社設立、建設業許可など暮らしやビジネスに関わるご相談を受けたまわっています。 Zoom 出張での相談も可能。詳しくはホームページをご覧ください。